24 hours online festival by JawsUJawsSonic s and Midnight Jaws2020RAVEUP! お願いします皆さんこんばんこばは札幌支部の小倉です。 今日はですね、昔オンプレミスでやっていたことを AWS や,やるとどうなるかについてお話ししていきます。ちょっとタイトルだけだとどういう内容かわかんないって思うかもしれないんですけども、ちょっともしかしたらですね、ちょっと皆さんの思っているものとは違う内容かもしれないですけども、その点はご了承いただければと思います。よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介です。私、小倉勝といって、 えと皆さんからマサルと呼ばれてます。でジョージ、G、札幌と朝会の運営をしてます。で朝会もですね今回、このイベントでセッションありまして、明日の朝7時からありますので、こちらもぜひ見ていただけると嬉しいです。で朝会はですね毎回やってるんですけどもあの、ラジオ体操をやっていて、今回のイベントの中のセッションの中でもですねラジオ体操あるので、ぜひ皆さんやっていただければと思います。 私、株式会社サーバーワークスに所属していて、最近はですね、自社の YouTube チャンネルで AWS に関する動画を配信してますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。あと、ススキノが生んだエンジニアっていうのはですね、えー、ジョーズ・デイズ2018の LT の時にですね、えー、運営から何か2つのをつけてほしいと言われてこれにしましたで。由来はですね、私は全くの未経験で、 20代後半にネットワークエンジニアになったんですけれども、そのネットワークエンジニアになる前は、ですす、ね、ス,スキのキャバクラで働いてたっていうのが由来です。はいえっと、簡単に、ですね、上水さ札幌について紹介していきます。で上水ゆ札幌っていうのは、えっと、2010年に設立されて、いろいろな種類の勉強会をです、ね、40回以上開催している、えー、支部ですね。 で最初はですね、2010年11月3日に、えーと、設立記念勉強会っていう第0回の勉強会があってですね、その後に、えー、1回目がですね、2011年2月1日に行われてます。ジョーズ・ユー自体の発,、えー、発足が2010年2月なので、まあ、結構からですね、活動を行っている支部ですで。私自身はですね、2018年にこの支部の運営を引き継いで、 継続ししてて勉強会を開催していますで最近はですね、えー、各週でオンライン黙々会をやっていますので、一、まあ、人じゃなくてみんなで勉強したいという方はぜひ一緒に勉強しましょう。であとですね、去年は、えー、ジョーズフェスタ2019札幌っていうのを、えー、開催しました。これはですね、まあ、年1回のジョーズイジの全国イベントなんですけども、えー、正直言ってですね、こんなに えー、たくさんの人が来てくれるとは思ってなくて、本当に楽しいイベントになりました。皆さん、本当にありがとうございました。で最近はですねあのオンラインばっかりですね会場に集まって勉強会をするということができないんですけども、まあ、今の状況が収まったら、以前のように集まって勉強会をしたいと考えてますすそのの時はですね北海道外からのご参加もお待ちしてます楽しいところがいいっぱいあります。 はい、では次、本題ですね、えー。昔オンプレミスでやっていたことを AWS でやるとどうなるかで。私、オンプレミスのデータセンターネットワークの運用業務をです、ね、10年ほどしていたんですけども、この時やっていた面倒な作業が AWS だと簡単にできる。こんなことがです、ね、たくさんあるんですね。で、今日はその一例を紹介しますので、運用改善のヒントにしていただければと思っています。 まず、ね、オンプレミスでやっていたことなんですけども、まず私の担当としてはデータセンターのネットワークの運用をしていました。まあ、主にですね、まあ、定常業務、まあ、スイッチポートの設定とか、まあ、ファイアーオール、ロードバランサーの設定とかですね。あとは、そのネットワーク機器で障害が起きたら障害対応。であと、ネットワーク機器が古くなったらリプレイスとかですね。あと、バージョンアップとか、そういったことも対応してました。でここで、えっ、ー、とですね、 このオレンジの枠が私の対応範囲なんですけども、えっと、サーバーは、えっと、私の対応範囲ではありませんでした。これは別の方が担当してました。ちょっとここを覚えておいてください。で、この時に、ネットワークを担当してたんですけども、えっと、このサーバーにですね、これウェブサーバーなんですけども、このサーバーに対して、 えっと結構攻撃が来るんですね。で何をしてたかというと、まあ、インターネット上からまあサーバーに対して何かされます。そしたらですね、サーバーの担当から、えー、送信元 IP アドレスの連絡が来ます。これはもう注意は問わずですね。で、それ連絡を受けたらですね、すぐにファイアウォールに拒否のルールを手動、拒否のルールを手動で追加する。まあ、こういったオペレーションをしてました。まあ、正直、注意は問わずなので、 寝てる時も電話で起きて作業しなければいけないです。そして次の日は普通に出勤しないといけないので、これはかなりきつかったですね。まあ、正直もう二度とこんなことはしたくないです。で大変なところは、まあ、先ほど言った通りですね、まあ、いつ連絡が来ても作業しなければならないですね。というのと、あともう一つ、えー、とファイアウォールに拒否ルールを追加しても、 送信元 IP アドレスを変更されてしまうとサーバーにアクセスできてしまう。でこれ送信元がですね、まあ、大体が、えー、ISP から払い出されている IP アドレスで通信してくるんですね。でそうすると、ISP から払い出されている IP を変更してですね別の同じセグメントの別の IP アドレスからもう一回公をしてくるということがよくありました。そうするとですね、あのせっかく拒否のルールを入れても、 結局通信できてしまうので、もう本当にいたちごっこが続いてですね、すごい大変でした、ね。もう今思うよ、なんでこんなことしてるんだろうっていうのを感じてます。で、これをですね、AWS の環境だったら何ができるかっていうのを考えてみました。で、AWS で同じことがもし起きた場合ですね、何ができるかというと、 まずですね、サーバーにてですね、スクリプトを実行して送信元 IP アドレスを特定します。で、その、えー、送信元 IP アドレスを特定したらですね、えっ、ー、と、サーバーですね、自動で、えっ、ー、と、ネットワーク ACL に拒否のルールを追加する AWS CLI のコマンドを実行するっていうのを実装してみましたと。で、実際にスクリプトを書いてみたんですけども、これそんなに作り込みとかしてないんで、 あの使用しないことをお勧めします。一応、このスクリプトの動きとしては、えー、アパッテの1分間のアクセスログを抜き出して、えー、と同じ送信モイ IP からのアクセスが10回以上あったら、送信モイ IP アドレスとネットワーク ACL に、えー、拒否ルールを追加する、こういう動きをさせてます。で実際にスクリプトで動かすと、ですねこんな感じで1行。 拒否のルールが入るようになっています。でただ、これを使ってもですね、大変なことはあります。まずですね、今回作り込みそんなにしなかったんですけども、スクリプトの作成に時間がかかります。あと、この作ったスクリプトを運用しなくてはいけなくなります。あと、ネットワーク ACL のルールに上限がある。でデフォルトは20行で、 上限緩和をしても40までしか上げることができないです。ですので、えー、と20箇所以上とかです、ね、40箇所以上からアクセスが来た場合は、えー、とこの運用ではうまくいかない状況になります。じゃあ、他に何か方法がないかということですね。AWS にはですね、もっと便利なものがあってですね、AWS バフセキュリティ u オートメーションというのがあります。 機能はたくさんあるんですけども、とりあえず今回はですね、たくさん同じ人からアクセスが来たらブロックするという機能を試しています。でこの和風セキュリティオートメーションなんですけども、使い方としては、AWS の和風セキュリティオートメーションのサイトにですね、クラウドフォーメーションのテンプレートがありますので、それを実行するだけで,ですね、この今画面に出ている構成を自動で作ってくれます。で今回はですね、 えと先ほどの構成にですね、クラウドフロントを入れてましたので、えー、とクラウドフロントを使ってますで。クラウドフロントを使う場合は、えー、このクラウドフォーメーションをですね、バージニア北部で実行する必要があります。で、実際に、えー、WAF のセキュリティオートメーションを使ったらどうなるか。まずサーバーに対して何かはされます。 そうすると、えっ、ー、と、WAF の機能で、えー、送信元 IP アドレスをブロックしてくれます。もうこれはすごい簡単ですよね。この AWS WAF を使っただけで、えー、想定した動作をさせることができます。実際にこの WAF の、えー、マネジメントコンソールの画面なんですけども、えー、アクセスしている最初の方はですね、ここ赤で。 囲ってないですけどこの2番のところですね、えーと。アロードリクエスト、ここにカウントされてます。ですけども、ある一定の回数超えるとですね、こっちのブロックとリクエストに変わってます。なんです、最初はアクセスできるんですけども、えー、と回数が多くなってくると、えー、ブロックする、こういう仕組みになってます。ちなみにこのデータを取るためだけいいんですね、私はずっとクラウドフロントに対して、えー、F5 アタックを。 かけてですねこのデータを取ってました。で、和風を使うときに気をつけるところなんですけども、まあ、一番は当たり前ですね。あの、和風を利用するお金がかかるというところですね。で、二番目については、えー、意図した通信をブロックしてしまうかもしれない。じゃ通常の通信も、えっ、ー、と、なんか、 たくさんアクセスしてしまうかもしれないですね。そのときにもしかしたらブロックしてしまうかもしれないんですけども、そういったときはですね、えー、と、枠の許可 IP リストっていうのがあるので、そこに、えー、とその送信元 IP を追加することによって通信させることができます。はい、最後にまとめですけども。 AWS で提供されているサービスを使うことを私はお勧めします。先ほど2番目の例ですね。スクリプトを作るっていうのがあったんですけども、開発や保守時間を抑えることですね。違うことに時間を使うことができます。で2つ目が、AWS には運用を楽にするサービスがたくさんあります。で今回は和風セキュリティオートメーションしか紹介してませんでしたけども、他にもですね、 運用を楽にするサービスとして、代表的なのがシステムズマネージャーというのがありますので、まあ、そういったのを使ってですね、えー、と組み合わせて自動化すると、まあ、安眠できるはずですね。まあ、以前のオンプレミスで運用してたみたいにですね、その夜中、電話が来て起こされて作業をしてっていうのをしなくてもいいかもしれないですね。はい、このよう,うにですね。 AWS だと運用負荷の軽減やです、ね、運用の自動化という方法はたくさんありますで。皆さんの環境でも面倒な作業がありましたら運用負荷の軽減のために何かできないかというのを考えてみてはいかがでしょうか、はい。ご清聴ありがとうございました。まだまだイベントは続きますので引き続き楽しんでいきましょう。ありがとうございました